本田麻里子が語る声優オーディション必勝法。そうです、受かってます。めちゃくちゃ嬉しかったです。よく頑張ったな。かわいいでしょ。私が教えてもらいたい。はい、というわけで始まりました、声優エンタメチャンネル。私司会を務めております小田としみつです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、毎回ここアミューズメントメディア総合学院を卒業された素敵な卒業生の方をゲストにお迎えしまして、さまざまな情報を発信しております。この番組、今回も素敵な卒業生の方に、こちらお越しいただいておりますので、早速ご紹介させていただきます。本田麻里子さんです。皆さんこんにちは、本田麻里子です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、今回2回目のご出演ということで、はい、よろしくお願いしたいと思うんですが、ありがとうございます、はい、前回は、まあ、素敵な技術披露ありがとうございました。単純にちょっと素朴な疑問で1個上がったのが、はいはいはい、今のマリコちゃん自身は、うんうん、なんか例えばこういうキャラやってる時楽しいとかっていう、まあ、完全に自分なりの主観で思ったりすることって何かあったりするんですかっていう。でもそんなになんかどのキャラも楽しいなっていうイメージは一番 ありますね。どれがって感じではないですけど、うん、やっぱりなんかキャラクターが濃いほど面白いかも。濃いキャラ、うん、濃いキャラの方が、はい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 、でも私自身濃いお芝居すごい好きというか、やりやすいタイプなので、その方が楽しいかな。なんかこうおとなしい女の子とかよりはちょっと元気だったりとか、はいはい、ちょっとこう綺麗、まあでもそう静かであんまり感情表現が豊かじゃない、あの、うん、クールなタイプよりはちょっと弾けるタイプの方が楽しいのかも。なるほどですね、はい。でもやっぱりそういうの出ますよね、やっぱりその傾向としてね。出ますね、自分のっていうのは、はい、もちろんなんか得て増えてみたいなところとはまた少し違うというか、ね、そういうのもあるし、逆になんかこういうキャラクター、まこれからチャレンジしていきたいなとか、なんかそういうのっていうぼんやりあればっていうのはどうなんでしょうか。はい、おばあちゃんを振っていただく機会が意外にあるんですよ。たまにお仕事いただく機会があるんですけど、やっぱり本物のおばあちゃんには何があってもかなわないので、そうですね。なんかあの風格というか、あの雰囲気をもっと出せるようになりたいなっていうのはありますね。確かに実年齢をしっかり重ねた方の年輪というか、いや、そうそうなんです。それはまた ね、多分今の私がやるのと何年か先の私がやるのでまた違うと思うので、だと思うんですけど、まあ、でもいろんな役やっぱやりたいっていうのが昔から変わらず、でも前回のお話でもありましたけど、確かに自分だからこそできる、その例えばおばあちゃんだったりとか、はいはい、ね、そういうものっていうのはすごい模索できるんじゃないかなっていうのは確かに伺ってると思うので、でもなんかそういうのも楽しみにさせていただきたいと思ってますけれども、はい、はい、ということで今回もよろしくお願いしたいと思うんですが、で今回はまたいろいろ今度はお話の方をちょっと伺っていこうかなと思いまして、でこれは、まあ、ある種この業界を志した方は誰しもが通っていく道であろうということで、ちょっとこういうテーマをご用意させていただきましたので、早速発表させていただきます。はい、今回のテーマは本田麻里子が語る声優オーディション必勝法ということで、ということなんですよ。本田麻里子が語る声優オーディション必勝法、はい、私が教えてもらいたい。いきなり結論じみた話になっちゃいましたけど、まあでもね、まあでもね、はいはいはい、まあ、つまり、まあ、これどういうことかと言いますと、ちょっとこちらのいただいている情報では、はい、本田さんは在学中に電撃アニメで夢実現、はい、AMG 声優誕生コンテストで優勝、はい、で角川アニメ我が家のお稲荷様でデビューをされた、うん、はい、でまあ、その後ね、このアミューズメントメディア総合学院卒業した年に、はい、もう早速アニメーション生徒会の一存の主役に抜擢ということで、はい、まあ、つまりこれって俗に言うオーディションを勝ち取ったという状況が起こった。そうですね。何ですか急に。そうですわ。そうです。取ってたわ、取ってたわ。そうです、受かってます。まあ、そういうところでね、まあ、当時のまあエピソードって言ったらあれですけど、はい、まあ、心境やどういう感じみたいなところをちょっと簡単にお伺いしていこうかなっていうところなんですが、はい、まずこれ一番最初にこの在学中からもうこういうコンテストがあったっていうことで、いや、ちょっ
すごかったんですよ。これどういうコンテストだったんですか？まずこのコンテストが、はい、その時在学している AMG 生全員対象だったんです。あ、すごい。全員ってことなので大阪校もです。あ、すごい。大阪、東京合わせて1年生も2年生も関係なく。あ、もう2年生だけとかじゃなくて。ですです。へえ。ただなんか専科は入ってたかどうかはちょっと私も曖昧なんですけど、でも全員対象だったような気がします。はい。それでそのもう先輩後輩関係なくみんなで戦うみたいな、すごいコンテストだったんですね。コンテストで、まず最初に、はい、MG 内での内部オーディションみたいな、俗に言う学内オーディションみたいなやつですね。学内オーディションみたいなのが確かあって、はいはいはい、で大阪校と東京校がまた別じゃないですか。あ、そうですね。場所がね、場所が全然違いますから。なんでそこからは、全員合わせてなんかホームページでのオーディションだったんです。そのホームページで動画を、はい、発表して、あ、候補者ので、投票が高かった人が上には繰り上がるみたいな。ってことは一般投票って。あ、そうです、一般投票。すごいですね。なんで3回ぐらいオーディションがあって最初に行けたっていうイメージ、はい、すごい段階を踏んでやってたんですね、はい、そうなんです。で最終的にはどういった形のオーディション内容になっていくんですか？最後が、はい、幕張メッセで、ステージが作られて、はいはい、お客さん500人ぐらい、いる中で、最終6人 1,2,3,4,5 6人ですね。6人の、まあ、男女、女子3、はい、男3かな、はいはい、の6人で、はい、アフレコオーディションです。はー、なるほど、はい。で生アフレコを披露する。そうです。500人の前で。で、その審査員たちが決める、はい、みたいな。審査員の方っていうのは、はい、スタッフさんとか制作の方とか。その時審査員の方は AMG のその、はい、関連の方もいれば、はい、角川の関連の方もいて、あ、なるほど、まあ、何人かその、まあ、私たち的に言う、あ、偉い方みたいな。わかりやすく言うとそうですね。なんか偉い人たちがいるみたいな。はいはいはい、なんかその審査員席があって。はぁ、はい、すごい。ちなみにまりこちゃんはこの時は在学の1年次どちらだったんですか？1年生だったんですか？1年生でした。ちなみに、はい、幕張メッセですよね？そうなんです。で、そこに行かれたわけですよね。でも500人しかもまだ1年生の時ですよね。1年生の秋とかです。どんな心境とかなんか覚えてます？いや、もうとにかくめちゃくちゃ緊張してて、いや、だってあんな人の前に立ったことがないので、はい、人生で今まで、はい、すごい規模ですね。今一応この学院ではもちろん、ずっともう伝統としてインターンシップっていう、はい、はい、ね、在学しながらお仕事ができたりオーディションがあったりっていうのがありますけど、だいたい2年次からが本格的じゃないですか。そうですね。でももう1年次から関係なく全員受けられる機会があったっていうのは、まあ、これもちろんね、これ1回だけのコンテストですもんね、はい、だからすごい、まあ、タイミング的にもちょっとラッキーな部分が、そう、ラッキーでした。多分これの後にも先にもなかったんじゃないかなって、うん、聞いたことは多分ないですよね、はい、うん、ああ、だからで、まあ、一応結果からすれば優勝された。優勝しました。なんか率直にその時のお気持ちなんてのはどんな感じだった？めちゃくちゃ嬉しかったです。いや、そうですよね。トロフィーもらいました。わあ、でも嬉しすぎてよく分かんなくて、今トロフィー持ってるの私みたいな。なんかそういう時って今私何してるんだろうみたいな。なんかちょっと一回もうなんか一回ちょっとプンってなりません？なっちゃう感じっていうか、緊張しすぎて実感じゃないところの。ありがとうございます。なんか違う気がする。ですよね。はいはい。そうですよね。いや、嬉しかったですけど、めちゃくちゃ緊張して。やっぱ緊張っていうイメージが強かったですか？いや、よく頑張ったな。まあ、ある意味ね、なんかそのまだ真っ白な状態、1年次のところの強みももしかしたらあったっていうのも、あ、でもなんか受かった理由、あ、はいはい、を聞いたんですよ。あ、いいですね。実はいいですね、いいですね。すごい大事じゃないですか。気になってですよね。で、その多分審査員の人たちは審査員の人たちお話しされてるじゃないですか、うん、それでも裏で話してるから絶対こっちだよね。なんで決まったのか分かんないんですよ。 なかなかね、うん、なんで後でこっそりそこにいた方に聞いてみたところ、それも勇気がありますよね。それはなんかのその MG の、あの今日のこちら側の方に対して、ね、方がいたんで、はい、で聞いてみたら、はい、なんかその
最後のシーンのアドリブが面白くてお客さんが笑ってたっていうのが決定打だったほーなるほどと思ってはーそういうところあのちょっとそのシーンがあのアニメの1シーンをやらせてもらったんですけど、まあ、男女で、うん女の子と男の子が海辺で走ってあはい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 まあ、なんかそれで最後ちょっとアドリブを言うみたいなシーンがあったんですよ、はい、なんかそこのアドリブが結構会場に受けてて、うん、いやすごいですよ度胸ありますよいやいやよかったアドリブ入れていやでも在学中からすごい経験されてますよねありがてーそう考えると本当にで、まあ、ちょっと話を進めていきますと、はい、じゃあいよいよそういう流れの中から、まあ、2年間のここでの勉強を終えまして、はい、で実際にまあ、プロとしてデビューしていくじゃないですか。で、まあ、一応こちらのプロフィールにある、まあ、一つちょっと代表作として、はい、2009年放送の、まあ、アニメ、うん、生徒会の一存で、まあ、主役の桜のクリーム役、うんはいまあ、こちらも当然これやっぱりオーディションオーディションですだったってことですよね。あの3月に私その事務所のオーディションを受けて、うん、あここの学校のプロダクションオーディションってやつですよね。受けて、はい、で4月に入ったんですよ。もうなんか本当にすっ、うん速さで入所されて入所して、はいはい、で入った後初めてもらったオーディションがそれだった。つまり2009年の3月卒業式で卒業しますよね、はいでまあ、で4月の頭にもらったオーディションが初めてのがこれだったっていう感じ。そんなことあります？いやこの時はもう奇跡が多分連発してたいややっぱ来る人って来る。これはちなみにあの一応内容としましては、はいはい、実はこの AMG グループの、まあはい、音楽制作機関である AMG ミュージックっていうところが、はいまあ、一応作品に、まあ、関わる音楽を音楽制作全面プロデュースということでね、はい、なんかご縁もあるようなアニメーションということになってはいるんですが、はい、これちなみにオーディションのなんとなくの流れっていうのはどういった流れで、はい、これは、まあ、なんか最初に、うんテープ審査があって、はい、でそこで選ばれたメンバーがスタジオに行けるんですけど、あまさにあるやつですね、うん、でスタジオに行かせてもらって、うん、いやでも本当この生徒会の一存に関しては、うん、私受かったの父のおかげなんですよね。なんですか？父のおかげ。なぜ？オーディションを家で練習してて自宅 で、はい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 、で結構私あんまりもう臆さず家族の前とかでやってたんですけど、うん、やってたら父がなんか違うって言ったんです。お父様は別にこの業界の関係者とは全く関係ない方ですよね。はいはい、あの数学の教師です。違う、はい、バリバリの公務員なんですけど、はい、なんか違う、よく口を出す父なんですよ。なんか芝居に対してできないのにできないのにこうした方がいいとかいうタイプ で、はいはいはい、でその時もなんか足りないってずっと言ってて、なんか足りない、何が足りないんだと思って、であそっかと思って、なんかこうさらっとしちゃってたからもっと癖をつけた役にしてみようと思って、はいはいはい、ちょっとその私の演じた桜のクリームの役を、はい、もっとちょっと癖が強めの、うん、演じ方にして、てって、はい、これどうって聞いたら、あ、それかもみたいな。ほう。なんか父が言ったんですよ。はい、で、じゃあこれで行こうってオーディション行ったんですね。そうしたらあのオーディションのスタジオでやったんです。そのマイクの前で。うん、そしたらブースの向こう側、その調整室側が、うん、なんか音は聞こえないんですけど、なんかめちゃくちゃ笑ってるんですよ。えと思って、はい、なんかやらかしたんじゃないかと思って、これも声優あるあるですね。なんか私は知らない、なんか恥ずかしい何か言い方をしたとか、なんか やらかしたのかと思いながら、あるあるですから、ドキドキしながら戻ってって、はい、でも何の理由も説明されないまま帰ってったんですけど、後で聞いたらなんかそのイメージしてたその桜のクリーム、かわいいかわいいかわいいで来てたのに、かわいくないっていうのが来たから笑ったらしくて、そうか、癖を入れちゃったから、はいはいはい、かわいくないんだけどって笑ってたそれで笑ってたって私はかわいくしたつもりなんですよ。かわいく癖をつけたんです。なるほど、かわいいは逸脱したつもりはなかった。いやそう、かわいいでしょちょっと押したわけですね。そうなんです、かわいいよっていう気持ちだったんですけど、なんかそこでなんか監督がすごく
なんかクリムのイメージが一番どういう役なのかちょっとつかみきれなかったけど、はい、なんか本田さんがあのやってくれた時に、はい、あ、これだって思ったって言ってくれ確かにこれお父様のあのお話がなかったらその感じは出てなかった可能性は高 もしかしたらちょっと弱かったかもしれないその感じが、ね、はい、うわ本当そうですね。いやこれも父ありがとう。そうでそこでムキになったマリコちゃんいやじゃあやったるわ。いやでも父が何か足りないっていうのがなんか腹立つじゃないですか。なんかね、じゃあこれでどうみたいな、うん、なんかなんかでも ね、そこを純粋に受けたっていうところもまた良かったですよね、はい、そうですね。うわいろんなエピソードあるもんですね。監督に選んでもらえてありがたい。でも今ではね、はい、もう代表作になるわけですからね。はい、わかりました。さあそんな、まあ、いろいろ経験をねもちろんその後もされてていろんなまたキャラクターにも抜擢されてっていうこともこう経験されてきたと思うんですけれども、はい、改めてじゃあこのオーディションっていうものはどういうところをちょっと自分の中では意識してやったりしてますっていうのはなんかあるんですか。緊張しすぎないが重要なのかなと思いますけど、結構あの生徒会の時は緊張はしてたんですけど、はい、めちゃくちゃ練習したし、うん、なんかすごい原作もたくさん読んでたんで、うん、なんかもうその緊張の先行っちゃってたんで、は案外本番はそこまでなんかちゃんとやりたいことはやれたのかなっていうイメージがあります。つまりそれは結構自分の中で、まあ、緊張って絶対、ね、何かしらするものじゃないですか。人によって度合いはもちろんありますけど、はい、その準備ってやっぱ大事なのかな。準備大事ですね、うんうんうん、やっぱりやっぱそれをすれば、うん、まあ、緊張はするけど、いや例えばそのオーディションって、はい、そのテストをまずやるんですけど、うんうん、テストですって言われてまず自分が持ってきたものをやった時にもうちょっと年齢上げてとか、ああもうちょっと、クールなキャラクターにしてとか、うん、ディレクションが、ね、うん、入りますね。ちょっとセリフは、まあ、あのサカサカ、まあ、なんか早く喋るタイプの子にしてとか、なんかいろいろあると思うのでそのなんか事前にいろんなパターンをちょっとやっておくと、うん、あ、これかって言ってすぐ出しやすいっていうのはあるかもしれない、うん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 、確かにその瞬間そこの準備ができてないことでふわーって緊張が上がっちゃったりとかって結構ありますね。ありますね、うんうん、やっぱ準備どうやら今の話だと大事ですね。わかりました、まあ、こんな話を伺ってますとね、はい、今回もまたあっという間に時間がそろそろ来てしまってっていう流れになるんです、うんうんうん、でちょっと今回最後の、まあ、質問といいますか、はい、いろいろちょっと教えていただければということで出てるのが、うんはい、まあ要は必勝法っていうのはね一番最初の結論出していただいてて、うん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 、もう自分が教えてほしいってないよもう必勝法なんてないよ。じゃあ自分はこういう時にはなんかこういう結果としては良かった気がするみたいな大切にしてる、まあ、ここには哲学みたいなものありましたら教えてくださいって書いてあるんですけど、うんうん、どういうこと大事にしてますかねとか。いやでも今までもなんか受かった時に手応えがめちゃくちゃあって落ちるものもあるし、手応え何もなかったけど受かったっていうのもあるし、なんかその自分の中ではなんかやりきってなかったような、でもこれで良かったのかどうなのかとかいろいろ悩んだりはしたんですけど、はいはい、まあ、結果、まあ、私の場合はですよ、私の場合は結果その統一性はないんですよ、そのオーディションの受かる、うーん、これしたからこうってわけではない。そうなんで一個一個自分のやれることを全力でやるぐらいしかない。やっぱりさっきの準備もそうですけど、うん、はい、ベストを常にいかに尽くせるかしかない。あとはもう緊張、あー、オーディションは絶対 何が何でも緊張しちゃう人なので、お腹下すぐらい緊張するんで。そうなんですね緊張します。なんか意外とマイペースにそういうところを望まれる方みたいな。全然もうずっと、もうしかもオーディションで失敗すると、はい、歩きながら家族に電話したりする人です、はい、今日こんなことがあってダメだったんだけどねとか言って電話するタイプ。え、でもちなみにそれがダメだったってその時は言うけど、うん、それがダメだった、ほらやっぱりそういうこともあるってことでしょ。聞いて今日ね全然できなくてねとか言ってそれ受かりました。ほらこれが分かんないんそれが分かんないんですよね。だから不思議でね、
はい、その時は何役も受けていいって言われたのに、うん、日よって用意してきてるやつだけにしようみたいな。そう、もちろん全部見てきて練習してるし、やりたいなと思った役もあるけど、なんか日よっちゃって、なんか分散しちゃうとやばい気がする。そうそう、よくないかも、絞らなきゃとか。でそれやった後にやっぱりあの役受ければよかったって言って電話してました。1個受けたい役があったんだけどね。でもちろん守秘義務あるんで作品名とか一切言ってないんですけど、ね、受けてもいいって言われたのにねとかある。そうそう、結構向こうは多分意外と軽い気持ちなんですよね。そうなんです、向こうは何も考えてない可能性もあります。なんか受けたかったらどうぞぐらいな感じなんですよね。そうなんです。でもこっちとしてはいや、これを分散させることは本命に対してとか何かあるのかもしれない。たくさん受けたらその分キャラクターが広がりすぎちゃって、あのこれって思われないかもしれない。でもやっぱりそうですね、結局そこを経験していきながらもう模索して、あとはもうベスト尽くしていくってことですよね。絶対緊張します。でも逆に言うと思い切ってやっぱやってほしいってことですもんね。ね、で、まあ、逆に言うともうこれだけ活躍されてる方でもやっぱりみんなそう思ってるんだよってことですよね。でもいい意味で開き直ってなんか受けていただけるといいんじゃないかなって思うので、はい、いや、はい、でもやっぱさすが経験に基づいた貴重なご意見本当にありがとうございました。ありがとうございます。また次回からもまたいろいろ伺っていきますんでね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで声優エンタメチャンネルでは皆様からの様々なコメントを募集いたしております。聞いてみたいこと、知りたいことなどございましたら、ぜひ下のコメント欄にお気軽に書き込んでいただければと思いますし、また、チャンネル登録随時募集いたしておりますので、そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあすいません、また締めとなりますので、はい、例のキャッチフレーズいただいていきたいと思います。どうぞ。夢を夢で終わらせない声優エンタメチャンネル、ありがとうございます。本田真理子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。違うの、これダメなの、ダメなの、なんですか、なんですか、私こんなに特技ないよ。